ンさんはい、はい、あのソニーコンピューターサイエンス研究所シニアリサーチャーというのをさせていただいてますので小津ヤス郎もご覧になるんですか小津は一番好きですね おかしくないですか、おじさんって自分でルールを決めてね、撮り方にローアングルね、ローアングルだけじゃなくて、必ず家の鴨居とあれで映画の中に枠作るんですよ、はい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 、画面の横から出てこないの、ああ、そうですね、フレームインてはいはいはい、向こうからこう、一個、なんて言ってのか、1個置いといて、そこから出てくるんですよ、確実にご自身。 ルール決めてらっしゃってでお津の映画ってこれ誰かが描いてるのは蓮見さんかなんか描かれてたのかな階段が出てきてね必ず2階と1階が分かれてて2階が娘のよく原節子が上るようにしてますよね家で下がリーチューのお父さん階段出てくるんだけど登ってるシーンがないとかねまあすごい自分で細かくあと間とかはい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 ははいはいはいは 一時期誕生日カードを毎年送ってましたからねなんでいやだから一番好きな女優さんなんで6月17日ですよあの <laughs> 毎年もう当然返事来ないですけどだってもうお隠れ遊ばされてたじゃないですか鎌倉かどっかにえっとそこもどこにいるか知ってたんで、えー、そのあたりよく散歩してましたけどね <laughs> あそうなんだ時々えお,お見かけになったことあるんですかないですけど、まあ、そういうのと違うんですよねだからもちろんだからもうあのどこにいらっしゃるか分かるんで トントンっていくこともできますけどそういうことはしないですけどでも日本で映画史上最高の女優まあなんで,しょう、ね、いいですよね多分であの僕その流れで円谷いじさんのハワイマレーオキ海戦も見ましたからね原節子が出てるかれ <laughs> ごめんなさいあれ原節子出てたんだっけ <laughs> 出てますよそれで見てあでもそれはまた別の話であのハワイマレーオキ海戦は大傑作だなと思あのハワイマレーオキ海戦っていうのは僕も実は見てますけど、ええ あれをハロセツコでビックリしたよね <laughs> そ。そもそもなんでハロセツコのが好きになったの？えー、で世代がもうビックリするんです世代が違いす。我々の頃ってあの波平っていうのがあったんです、銀座に。はいはいはい。でそこの日本映画専門館でそこでオズとかナルセとかの特集をよくやってたんで。うん、でそこで見てあのわこれは素晴らしいな。ハロセツコはオズですよね、えー、イメージ。ナルセにも出てた、ね。いや出てるとメシとかに出てるかな。ああそうかそうかそうだ。山村総と。そうまあ。 でもあ,あごめんなさい山のあれだ加山雄三のお父さんだ、うん、上原健だ。うん、であのー、まあ、えー、黒沢さんにも「あのな白地」っていうのが出てますよね黒沢君もうだって成せお、小津黒沢、うん、全部そうダめね、まあ、だけどやっぱり小津の原節子が一番好きでしたけどねなんかあの家族の崩壊を描いてるっていうあの一貫した姿勢がやっぱりいいなと思ってあ<ー>僕は最近あの あの、プルーストの失われた時を求めて、読み返し、読み返してっていうか、正確に言うと、まだ2。二パーセントまでしか読んでないんですけど、読んだんですか。いや、読んでないです、まあれ、みんな読んだふりをしてるんだけど、読んでない。読んだふりする、すらす、僕は、<laughs> だけど。まあ、最高、現代文学の、まあ、最高本で、あ、あ、読めることが多いですよね。うん、あ,あ,のあの中で、やっぱり世俗的な成功とか。お金を儲けるとか、そういうこと一生懸命やるんだけど。結局、振り返ると。何気ない日常が。人生の幸せだったっていう。それが、まあ、プルーストの。 まあ命大ですけど、小津はやっぱりそれを描いてるんだなと思ってあの、要するに何の事件も起こらないんですけど、何,も何気ない日常がやっぱり一番幸せなんだっていうことを描いてて、<ー>それが崩壊するところを描いてるっていうかなるほど、あのなんてことのない親子の会話とかが、実は一番求めてる幸せだってことなのね。まあということなのか、君たちは気がついてないだろうけど。だからあの バブルの頃の日本人の生活もそういうふうに見返すとちょっと違った見方できるのかもしれないですよね。あ<ー>また師匠の,あの映画を今見るとあこ,のなんかこの日常、だからあの頃経済、ね、上向きでどん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 ん日本が豊かになっていくってことが目的のような気がしてたけど、うん、そうじゃなくてごく普通に日常で遊んでるとか友達といるとか、うん、出会いがあるとかそこが実はあの頃の幸せだったとなってバブルの頃の日本を見るとです、ね、オズ的な。 <laughs> オズ的なバブルの日本の描き方ってあり得るんじゃないかなと <laughs> えオズの中で何が一番なんですかまあこれは4つだからまあこれはみんなが言うことですけどあの晩春、爆秋、東京物語、三ンの味はコーツどれもつけがたくそのうちの3本ぐらい、原瀬津久保、晩春、爆秋、東,東京物語は原瀬津久出てますけどこれ全部、役名同じじゃなかったでしたっけ はい、いっていうね。すいませんもうそこら辺は何でもオートマチックに出てきちゃうんですけど <laughs> で、最後の,あの『さんまの味は』はまあ、原節子は出てないですけどねリュウチュウが出てカラー作品で「<laughs> さんまの味」ってヒロイン誰岩下麻。そうですね嫁ぐ娘は岩下麻さんですね <laughs> ラス、まあ、二郎の孫が何人かい,<ー>いるんですけどはい、はい、白ス深也っていうのはもうこのマブダチなんですけど、はい、もう1人白酢稔さんっていう人がいて、はい、<laughs> その人はあ,の、まあえー、ある編集者が白酢稔のところに行くと毎回、三んまの味かけるからあの酒飲みながら5060回見せ,見せられたって言ってましたけどで穂坂和志さんってあの芥川賞を取られた小説家の方がいらして、はい、穂坂和志さんも何十回か三んまの味を見てるって言うんですよね。 ごめんなさい、見ます、今日、いやそんなに言うんだから。内田達郎さん、あのー、は静岡、はい、<か>の。内田達郎さんも、サンマの味を5、60回見てるんですよ。で僕もサンマの味5、60回見てるんで、サンマの味5、60回クラブっていうのがあるんですよ、ど、50回以上見ないと、50回だとちょっとまだひよ,だひよっこだな、お前は、みたいな。<laughs> サンマの味は。100回は見ないと、音楽的なんですよ。 あの、えー、サンバの味って。ね、昔見た気はするけどな。だからずーっと酒飲んでんですよ、とにかく。うん、そなんかなんとめない、<あ>もう、<laughs> ずーっと酒飲んでる。だから音楽、なんかね、もうストーリーとかもういい、もうあの、ずーっと酒飲んでる感じが、いいんですよ。なんか、やたら飲み屋が出てくる。いや、もうずーっと飲んでます、酒が当たった気はする、確かに。<laughs> で、バーのシーンが一番有名ですけど、あのうん、ほら、あの、敬礼する、こうじゃない、こうとかね。うん。あのなんか のあの <laughs> 戦艦マーチをかけるシーンが一番有名なんですけど、うん、そういうとこ見ちゃうんですよね、もう何十回目でもなんか快感がある音楽的な快感があるっていうか、いや <laughs> いや、そうです、馬場 <laughs> さん、インディ・ジョーンズとかスター・ウォーズとかダブルオームだったらけど馬場さん、サンマの味を見てお、だから少なくとも僕を含めて4人いるわけですからね、白スさんの孫と、保坂和嗣と内田郎という。この 私かんだと言ってくださいよ、この、そんなラッシュクラブがあるわけですから、<laughs> 絶対見る、きょう、できればお日本酒飲みながらちょっ,とやっぱり飲みながら見るのがいいんですかまあ、そうですね、僕ね、前ね、たけしさんと番組でちょっと、あの人、収録の合間に面白いこと言うんですよ、で、俺、でもか雑談するのが好きなんですよ、たけしさんと。うんうん これしたらタさん会うとき、まあタケさんだからいろいろベネチアとかでもなんか賞を取っているんだけど、会うときなんかえっと収録の合間にいやおいら,おいらはさなんかあのオズとか黒沢とか見ないでいけない映画撮り始めちゃったんだよなとか言って <laughs> いやそれでいやのだけどさたけしさん黒沢スア系で可愛がられてたのにもうだけどなんかあんまりオズとか見てないで撮っちゃったんだけどさだ最近になっていややっぱあれあれのちゃんと見てから撮った方が良かったのかなと思うんだよ <laughs> だからいいですよ。<laughs> だからたけしさんのあの斬新な映画ってそういうことに気に使わなかったから斬新だったいやそれはね天才のみに許されることですよいや天才じゃないですか、ね、いやだから盆栽は僕らが見まくって撮ってますからいや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 でも「おず」だってあの、ねあの「東京物語」って本案ですもんねもともとアメリカ映画が、はい、あの有名な話だけど「おず」の初期の映画ってみんな 僕はこの言葉をすごくいい意味でいつも使うんですけど、うん、パクリですよ、うんうん、だからちゃんとインスパイアされて、うんうん、インスパイアどころか、そっくり持ってきた,たいから、小杉靖さんが特にあの黒崎らもそうだけど、よく研究して、向こうのやつをあの僕あの、そういう意味で言うと、一番好きなのは、諏訪正幸さんの、俺、まだ見てないんですけど、あの変態家族、兄貴の嫁さんという映画があるらしいんですよ。そそそれ日活時代にで撮ったのかな それは、あの、おずのパ、パロディ。あ、そうなんだ。全部ローアングーで。ローワンポールの撮ったらしくて。そう、正行さんは、だから、その、変態家族は二九の嫁さんっていうので、大勢のおまじょう。茂木さん、山田洋次監督の、キネマの天地って、昔のやつ、千九百八十年ぐらいの、小地区の。勃興記を描いた、映画なんですけど、ご覧になった方とあります?。あれに、岸部一徳が、オズりゃすじろの役で出てくんですけど。岸部一徳さんだったっけ?。まず、そっくりなの。 で、その、喋り方から何かで、ね、演出してるとこは結構丁寧に出てくるんだけど、うん、あーおずさんってこういう演出だったんだろうなっていう取り方してるぐに、<ー>ここが山田洋次監督がすごいとこなんだけど、うんうん、そのシーン全体はオズタッチで撮ってる。<laughs> ローアングルで枠切って。もうだから あれは映画ファン見るとたまらんですよ。ああ、だから僕ら、そういう話が好きですよ。映画って自由じゃないですか。うん、俺はあの、この前あの、大島新さん、大島新さん、あの、大島渚さんの息子さんとね、はい、ドキュメンタリーの。映画撮られてるんですかえそう、で、あの、いや、だからドキュメンタリー映画撮ってるんですけど、ええ、あの、なぜ君は総理大臣になれないのかとか。で、その子供の頃、大島渚さんが、なんかあの、愛のコリーー っっっって裁判になっちゃたたからすごく嫌だん親父がなんかそういうエロい、うん、映画本番があるかないかって言うんでね、うんうん、いやそれで彼が言ったことでああその通りだなと思ったんだけど「戦場のメリークリスマス」っていう映画のでたけしさんが初めてその役者をやってだから要するにだからそのなんていうかなやったことなくていきなり映画の現場ってことを体験してしかも坂本龍一さんが「戦場のメリークリスマス」で初めて映画音楽というのを やらやったああそうでしたっけねだから要するに「あの戦場のメリークリスマス」ってたけしさんも映画というものに初めて触れて、うん、その後あの映画を撮るようになったわけじゃないですか、うん、で坂本龍一さんは映画音楽をとやるようになって「うん、ラストエンペラー」であのアカデミー賞を、はい、だからそういうのがやっぱ映画の俺奇跡だなっかいうかなんかそのか勉強して積み上げてっていうよりもなんかそういうあーなるほどねいろんな人がそこでケミストリを起こして、うんうん、それがずっと馬場さんがおっしゃってるそる。 参加それはもちろんありますよ参加する人がいっぱいいるから、うん、それは誰もコントロールできないなんか何かが起こっちゃうっていうか、うん、それが映画のすごいところなんでしょうねきっとね今回のテーマは「ゴジラ映画」です16分の使われた円谷栄ジの作った「ゴジラ」の特撮映画っていうのがもうそれだけでアメリカ人に熱狂させるほど出来だったんですねいつものお願いですけどもチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします